はい、楽しかったです。もう嫌な言い方。もう嫌な言い方やな。どうしますか、めっちゃ緊張してますけど。そう、マジで、はい、ゆうちゃんには人見知りは？おい、してない人かやな、それ。してますよ。おい、してますよ。じゃあそのまま何やったんや。どういうことや。でも日によって違います。なんかどういうこと。日によって。好きやけど違います。何の違うの。何か違うねん。なんか、うん、一日の中で一発目喋りかける、うん、初めて喋る時はめっちゃ緊張します。あ、その2回目、1日の中2回目は大丈夫ってこと？はい。あ、今1日目じゃないやんな。1回目じゃなくない？なのに緊張してんの？え、なんで、はい、なんでなんで。ユミさんの隣に並ぶことなんかめったにない、ね、なんでやねん、なんでやねん。言いすぎやそれは。盛りすぎや、盛りすぎや。後輩と仲良くしてるゆうちゃん見るの好きやって。確かに最近9期生とずっとおったから。あ、確かに、うん、あ、ほんまや、おでんのやったな、 YNN の、はい、それ以来そうやんの。ジュンもおるし、今日ウカだけがおらないけど、なんかない喋ること。ゆきのが喋らんくなった。どうしたらいいですか。じゃあコメントください。質問ない？質問ですか。はい、質問あれば。ハチキはどうですか。重たー、この10分で終わるかな。ハチキはどうですか。この配信で言う。ハチキはどうですか。じゃあ変えます。はい、ゆきののこと好きですか。あ、好きですね、もちろん。好きじゃなかったらここにいないでしょ。かわいい、かわいい。そう、ゆきのね、ほんまに街で、今何歳？ 15です。15か、はい、15やね。私10の時こんなんじゃなかったで。もうちょっとやんちゃで、もう今もやけど口悪くて、すごいやんちゃ。こんなしっかりしてなかったもん。あれ、兄弟はいる？いないです。いないのに、はい、なんでの。最初からやんな、入った当初からちょっとしっかりしてるよな、ね、はい、多分ママの性格ですね。あ、それあるね、はい、確かに。私もママの性格で、確かにママ見てな育つからね、はい、すごいよ。やんちゃすぎてましたね。そうなんです。そうなんです。こんなんじゃなかった、だから逆に不安になる。え、なんでですか。ゆきのって私の性格にさ、ちょっと似てるからさ、はい、いつか爆発するんじゃないかっていう不安がある。なんかさ、悩みとかずっと聞いてるんですよ。だからそれを聞いてると、こんな若いのにまだな、自分の思っていることとか全然やれてると思うけど、それが積み重なってるとかにバーンってならへんか。私はほんまにそこだけが不安。あ、でもなんかちゃんと発散できるとこではしてます。え、エロエロ。はい、そうなんや、はい、そうなんや。何してんの、発散は。もうとりあえず踊りまくってる。あ、そうですね、でも踊りまくるか。すごいね、それが発散になってるの。そうですね、もうなんか、でもなんかジャンルを変えます。あの、アイドル系の曲じゃなくて、その K-POP とか、うん、かっこいい系。はい、もうなんかがっつり踊れる感じの曲を選んで踊ってます。そうなんや。だってさ、 NAB でも踊ってるわけやんか、はい、違うところでも踊れるのがすごいな。でも家ですごいな。それ自分で振り付けしてやってんの。いや、カンコピ。そうですね。あ、そうなんや、はい、ここ入る前にレッスンとか行って覚えてたんで、それを踊ったりとかしてます。ね、すごくないですか。私踊り好きやけど、その発散方法に恐れなかった。逆にストレスたまり。ね、発散ね、できたらよかったってさ。ほら、ダンスで発散できるのすごいね。なかなかおらんで。それか、ママにめちゃくちゃ言うか。
えぇ、ー、ママに言えるんや。私、ママに言えへんのよ。はい、そうなんですか。言われへんねん。ママだけ言われへんねん。へ、え、ぇ、ー、あの、明確な返しが来るって分かってるから、はい、論破されるから絶対。あぁ、だから言えへんの、ママには。なるほど。そう、でもいいことや、ママに言うの。私がもう頑固すぎて言わへんそうそう、一人で全部抱え込む人やから。あ、ほら、ダンサブルルルはいつ頃いつ頃って書いてんで。いつ頃、でも、自分の中でだけなんですけど、うん、考えてはいます。言っちゃいなよ。いや私の目の前で言っちゃいなよ。なんでなん、それ考えてる。 あんまり言いたくない。言いたくなかったら全然いいけど。でも全然言える、言えます。言っちゃいなよ。あ聞きたいって。でも、5、6人でやりたいなって考えてた。で、なんか、とりあえずなんか、入れたいメンバーさんがジオンさんとケイトさんとアーノさんと、アーノ、はい、と誰でしたっけ。誰でしたっけ、知らんか。知るか。自分で考えたらユキナやろ。はい、私と、あと、あの、キューキューを入れたいなとか勝手に思ってるんですよ。いいこと。で、ホノピを入れたいな。おお、5人やな、そうやったらな。そうですね。ね、はい。で？で？で、なんか、ほんまにダンサブルさんのマジで真似をする、真似をするっていうか、うん、なんか今までやってきたことをするってこと？そうですね。楽曲とかもってこと？はい。ああ。YouTube とかで、なんか、そのダンサブルさんってレッスン場とか、なんか舞台のステージとかで踊ってる。ああ、そうだね。うん、踊ってるね。で、そこを変えたくって、うんうんうん、なんか普通の公園とかやったり、外とかで撮りたいなとか思って。うん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 。で、なんか。ちいちとかも、うん、あの歌割り、うん、とかも決めて全部やりたいなって思ってます。おー、自分、はい、一人で、はい、すごいな。15歳ですよ、この子、はい、すごいわ。ダンサブルウンカが動いてくれてるからさ。あ、そうなんですか。そう、ほんまは。あー、こっちリーンまだ終わってないやろ。ほら、なんと、そら、さ、ゆきのが3分しかないから。そう、ね、何話してるっけ。あ、そう、サムリライブしようって話しててんけど、はい、12月ぐらいに、はい、そう、できなくなっちゃって、いつしようかって感じ、今。え、早くしてくる、早くしてほしいです。なあ、もう体力なんかないわ。ほんまにみたいなね。ほんまに体力ないね。マジでみたいです。マジで嬉しい、そう言ってもらえて、はい、嬉しいね。ダンサブルルルも楽しみにしてます。ダンサブルルル、ほんまにそんな名前でええのかって話だけど。でもダンサブルルルとか、他にいい名前とかありますか。いい名前、いい名前。でもなんかパクりすぎじゃないですか、ちょっと。でも分かりやすいと思うけどな。あ、ダンサブルルルです。言いにくい。ルー何個あんねんって話やけどな。ダンスなんちゃらにしたら。あー、確かに。別に全部変えちゃってもいいけど、まあ、ダンサブルがもし解散するってなったらちょっと変えて引き継いでもいいと思ってるけど、はい、まだそのな、あれがな、分からんからな、ほんと見えないけど。卒業しないと。大丈夫よ、大丈夫よ。あと1分やだ、あと1分です。ゆきの、また長く配信しようね。はい、ありがとう、今日公演。ありがとう、ありがとうございました。かわいい、キャー、いい匂いするな、ゆきの。え、ほんまですか。うん、いい匂いする。あ、50分です、50分。やばい、やばい、やばい。ゆきの、吐きろ。ゆきの、吐きろ。ゆきの、吐きろ。ちょっと、9時になった瞬間、始めますね。赤い線が。ゆきのちゃん、お疲れ様ってさ、またねやって。お疲れ様です。ダンサブローやってさ、いや、ボロ悪っ。ボロ悪すぎるやん。あ、あと5秒。
またね。またね。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。かわいい。かわいい。ちょうどよ。ちょうどでした。私、バイバイ。ありがとうございました。かわいい。かわいい。15分まだ経ってないですよね。うん、ドローンしました、ゆきのが。なんか今日めちゃ、なんかサウナ行ってきた？岩盤浴行ってきたってぐらいのぼせちゃってんけど、公演中のぼせちゃったんだけども、明日誕生日祝っておめでとう、ゆうりんおめでとう。うかんとこ行ったら、うかおらへんもんだって、いないんだもん。今日人生初公演でした。みささんありがとうございます。どうでしたか、感想を聞かせてください。ファンルームのオフショット動画素敵でしょ、でしょでしょ。まだ動画あるから、水着の動画もないと思うけど、いやある、あるからちょっと編集します。それだけ熱量があったんじゃない、めちゃくちゃやばかったで、熱量ありまくりでした。やっぱね、あんだけやっぱ話題になってる石田ゆみのプロデュース公演、9期生が頑張ってたらこれはね、プロデューサーも頑張らないといけないじゃないですか。もちろんロン、もちろんロン、もちろん後輩もいっぱい出てくれてるっていうことで、そういう背中をちょっと見せていかないといけないじゃないの。9期だけじゃない、チームの負けてないぜっていうところをね、やっぱり見せていかないといけないので、まだまだ負けてられねえぞって。そう思いますよ。リップルはクインテットの姉妹みたい。確かに確かに、それはそうやな。かりんちゃん、うん、私のかりんちゃん取られた。そうなると、私のかりんちゃん取られた。うん、嬉しい。設理噛みすぎてやばい。世代交代前夜、ほんまにマジでさ、あのこのチームメイトでさ、もうバッテバテでさ、あんそんなバッテバテやのにさ、あはい、バッテバテやのにさ、キウキよう頑張ってるなと思った。えげつない設理を組んじゃってるからさ、よう頑張ったなと思って。でもさ、あれはさ、あんまり疲れてるのあんまり見えへんやんか、若い証拠やなと思った。私もだって14とか入りたての時とか、10代の時はあれぐらい全然へっちゃらやった。そう、そうへっちゃらやったえけどね、この年になるとね、体が動かないの超しんどい、めっちゃしんどい。なんでショールーム背景色くもない、分からへん、なんかイベントやってんのかな、分かんない。ではいいよ、みんなやってますよ。でもそれぐらいやらんと届かないでしょ、公演は。公演やからこそ手抜いたらダメですよ。公演やからこそ熱量を持って届けていかないとねえ。ほんまに25位だから、もう今のうちに、若いメンバーは今のうちにもう体力つけるためにも、やっぱああいうハードの公演をしとくべきですって思う。めちゃくちゃ思う。ダンサブルの時もそんなしんどくなかったもん。ダンサブルの時はもう二十歳超えてたけど最近やばい、24になってからやばい。23までは体力あった。なんかチーヒーも同じこと言ってたみたい。あ、マジで年々ね、小学生もついてきてる。そうなん、ついてきてるんだよ、それが。はあ、大人には大人の良さがある。それね、確かにいいこと言うじゃん。あれ、うかさんと別のところにいるんですか。そうやなの、うか家ちゃう、知らんけど。そう、しんどい分成長できるからね。そうなの、それはそう。アミタン意外と踊れるもんね。意外とじゃなくて、もう結構踊れんで、あの子。
だってバドミントンやってたし、あの何やったっけ、あのあれ体力すごい、体力っていうかあの柔軟性がすごい。あ、東京おるんよ、うーかーん、会いたいよ、遠距離だね今、昨日会ったけどもう会いたいよ。今日踊ってる時ウーカの顔思い浮かんだいやー、誰か届けてこれ。今日踊ってる時ウーカの顔が何回か飛び込んだっていうかあの浮かんできた。影穴怪しかったよ。でもあれでもめちゃくちゃうまかった方やで吸気の時パーリグッタグタやったもん、緊張しすぎて。あやっぱ私ね、何も考えずに喋った方がねうまくまだ喋れる。そう、硬くなっちゃうとねもうおかしくなる頭が。噛まなくて心配になったなんでやねんゆうちゃんらしいな、ありがとう、優しいな。そう、台本読めない系女子なのマジで、ほんまに。鍵穴うまくいきすぎてびっくりした、私もびっくりした。ずっと頑張れって思いながら言ってただよねー、だよね、だよね。靴ひも、もう一度、焼肉食べたわかる、お腹すいた、連れてって連れて行って。んうーかちゃんがほんまかいな、どのタイミングか教えてほしいわって言ってる。抱きしめちゃいけない、抱きしめちゃいけないで、ウーカの顔が浮かんだよ。これマジやで、ほんまやで、ガチで言ってんで。そんな私がな嘘を言う人やと思ってるか。ウーカがよう一番知ってるで、ほんまに。最後やバレた、そうやで、最後に思い浮かんだわはい、です。こっちでインスタライブしようかなもうウーカのバカ、ウーカのバカ今日さ、あの何やったっけ、あの曲、あの挑発でさ、おいおいっていう、なんか今までにない声出てんけど、おいっていう声出てんけどすごい声出たんだけど、自分でも笑ってしまった言ってる時に。よし、みんなの声もすごかったの、今まで聞いたことのないそのうっていう声が聞こえてさ、自分もその声出してるしさ、バリおもろかってんけどそれに笑ってしまう、ほんまにアイドル公演かなと思ってしまった。ケースかわいいでしょ、しんちゃんかわいい、こう言ったよ、ありがとう、お兄ちゃんすごい角度の配信や、ちょっと疲れすぎてもう座れない。好きだ虫の最初、ゆうちゃん叫ぶの好き、ほんまに今日は何て叫んだっけな、 DM を見てくださいゆうちゃんだマジ大好きやってさ、ありがとうちょっとだけインスタライブしよう、ちょっとだけよち
と読みますね、ランキング13位西拓さん、12位アシュラさん、11位、すごい漢字読めた、11位エリナさん、10位チャミさん、9位ハギョドンさん、8位マオちゃん、7位クニちゃん、6位シゲヤン、5位ミユネちゃん、4位シュウカちゃん、3位ミーちゃん、2位クリちゃん、1位はところてんさんでした。ありがとうございます。ということでインスタライブに移動するんで皆さん来てください。バイバイ。バイバイ。ありがとう。